こんにちは。ゆっくりヨウムだにょん。八戸から三陸沿いに南下する一泊二日の縦貫旅。二日目も後半に突入し、気仙沼線 BRT から石巻線に乗り継いで、三陸海岸の南端にあたる石巻まで到達したにょん。さて今回は、石巻から仙石線に乗車し仙台に向かい、常磐線経由で東京に向かうにょん。そして仙台といえば。それでは、ゆっくりしていってねー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さあ、石巻からは仙石線だぜ。東北新幹線以来の電化路線だね。あ、ロボコンのラッピングだ。漫画ッタンライナーと呼ばれる石森章太郎作品がラッピングされた列車だぜ。そういえばこれって205系だよね。そうだぜ、関東では鶴見線や南部支線で見られる車両だぜ。東北といえばこういう区間のはずだから、これもこういう区間用に改造されたとか？いや、直流そのままだぜ。なんでよ？この後仙石線の歴史でも紹介するが、国有化前の仙石線は宮城電気鉄道という鉄道会社が運営していたんだぜ。ふむふむ。そしてこの宮城電気鉄道が当時から直流で列車を走らせていたから、国有化後もそのままにしたということだぜ。そしたら仙石東北ラインはどうしてんのさ？途中まで交流の東北本線を走ってるよね？そうだぜ、東北本線は交流、仙石線は直流で、さらに東北本線と仙石線の連絡線は非電化区間ということで、HD210 系機動車という、ハイブリッドシステムを搭載したディーゼル車で運行しているぜ。なるほど、ディーゼル車なら直流交流関係ないもんね。ということで仙石線は東北地方で唯一、JR グループでは日本最北の直流電化路線なんだぜ。ふむ。おお、中にもイラストが施されてるんだねー。ネズミくんのチョッキ？なんか主が子供の頃見たことあるようで必死に思い出してる。ストーリーを大まかに言うと、母親に編んでもらったチョッキをみんなに見せると、いろんな動物が着させてと言って着回した結果、最後象が着て伸び伸びになってしまったぜ。それってかわいそうなお話なの？まあ最初はショックだったようだが、そのチョッキを象の鼻にぶら下げてブランコ状態にしたら、ネズミくんはそのブランコで楽しく遊んだ、というお話だぜ。ハッピーエンドやん。さあ、仙台に向けて出発だぜ。仙台まで何駅あんの？30駅だぜ。多いねー。石巻線とお別れだぜ。今度は終点の女川まで行ってみたいねー。新鮮な海鮮料理で有名だぜ。陸前山下駅だぜ。石巻港駅への貨物支線の分岐駅だぜ。あ、左方向へ分岐する線路が見えるねー。主に日本製紙石巻工場からの輸送に使用されているようだぜ。へぇー。蛇田駅だぜ。地名の由来は仁徳天皇の時代に蝦夷討伐にて戦死した将軍の墓を暴こうとした時、中から大蛇が出てきたという伝説から来るようだぜ。へぇ。石巻や弓の駅だぜ。震災前から新駅設置の構想はあったんだが一旦立ち消えとなり、この地域が被災者の集団移転先となったことで再浮上、2016年3月に開業した新しい駅だぜ。なるほど。陸前赤い駅だぜ。ここは一面二線で列車交換ができるようになってるんだね。東大和駅だぜ。
開業したのは1987年3月31日、民営化前日の国鉄時代の最後の日に誕生した駅だぜ。珍しいねー。あ、見慣れない車両がいる。もしかしてあれが HD210 系機動車だぜ。ハイブリッド車だったね。矢本駅だぜ。かつては航空自衛隊松島基地エータル専用線が分岐していたようだぜ。あのブルーインパルスの拠点になってる松島基地？これは別のインパルスだぜ。セミクロスやん、こっちに乗りたかったなー。列車の時間の都合上仕方ないぜ。カズマ駅だぜ。駅前には役目を終えた2代目ブルーインパルスが展示してあるぜ。おお、それは航空機ファンにはたまらないねー。陸前尾の駅だぜ。この先陸前大塚駅までは軌道の損傷、駅舎流出など甚大な被害を受けたため、本来のルートよりも内陸側に移設されることになったぜ。ほうほう。で、ルート変更ってどんな感じなのさ？こんな感じだぜ。線路を震災前よりも500メートル程度内陸に移設し、駅舎が被害を受けたノビル駅、東名駅の2駅も移設、同時に町の機能も高台に移設することになったぜ。なるほど、高台なら安心だよねー。ここから移設区間だぜ。以前吾妻線乗車した時に似てるねー。成瀬川だぜ。あっちが旧ルート方面だね。確かに移転して何もなくなっちゃった感があるねー。それじゃあここらで仙石線の歴史について紹介するぜ。断片的には紹介されてたけどね。現在の仙石線は、1921年に宮城県栗原郡鶯沢村の鉱山を経営していた高田商会という会社が、亜鉛の原産から生じることになった余剰電力を活用するために、鉄道路線を計画したのが始まりだぜ。産廃や水運からのシフト以外の理由なんて珍しいね。この路線が直流なのはこれが理由なんだぜ。なるほど。てか高田商会って、あの通販会社とは何の関係もないよね？もちろん別会社だぜ。そして翌1922年に宮城電気鉄道株式会社が発足したが、後ろ盾だった高田商会が関東大震災の影響で経営が傾き、後に破産してしまったが、日本生命保険から資金を受け、鉄道の建設を続けたぜ。地元の小湊鉄道は安田財閥から資金提供を受けてたね。で、1925年6月に仙台駅から西塩釜駅の間で開業し、1926年に本塩釜駅、1927年に松島公園駅と徐々に延伸し、1928年11月に石巻駅までの全線が開通したぜ。順調だねー。そして1939年に陸前山下駅から釜駅までの貨物線も開通されたぜ。さっき陸前山下駅で見た分岐線だね。さらに1942年には陸前原の町駅までの区間が複線となったぜ。ふむふむ。のびる駅だぜ。もともとは奥松島、のびる海岸の観光開発のために設置された駅だったぜ。観光拠点だったんだね。それじゃあ仙石線の歴史の続きだぜ。よろしく。宮城電気鉄道の特徴の一つとして、東北本線との交差のために、仙台駅からつつじが丘駅の手前まで地下区間として建設されたぜ。日本で最初に開業した営業用の地下路線だぜ。現在の東京メトロ銀座線じゃなくて？銀座線は本格的な地下鉄路線としては日本初だが、地下路線自体が開通されたのは宮城電気鉄道が2年半早かったぜ。へぇ、こうして民間鉄道として順調だった宮城電気鉄道だが、1944年に戦時買収により国有化され、仙石線となったぜ。もしかして現在の松島基地に関係が？
他にも現在の仙台駐屯地にあたる造兵廠や多賀城駐屯地にあたる海軍工廠も関連してるぜ。軍都だったんだね。その後1952年に仙台駅の仙石線プラットホームを移設、1981年に東塩釜駅までの高架化及び伏線化を完成させるぜ。ほうほう。その後も仙台の都市化及び周辺地域のベッドタウン化が進んで新駅が設置され、2000年には青葉通駅まで延伸するなど、仙石線は発展していくぜ。ふむ。東名駅だぜ。この駅も伸びる駅同様、内陸側に移設した新線上へ移転されたぜ。新しいねー。で、そんな中2011年3月11日、東日本大震災の津波の被害はこの仙石線も例外ではなかったぜ。ふむふむ。仙石線の約 68% が海岸部に近接していたため、地震と津波双方による甚大な被害を受け、全線で不通となったぜ。それで復旧の道のりは？まず5月末までに仙台から高木町駅までの営業を再開し、7月には大和駅から石巻駅間の営業が再開されたが、こちらは電化設備が復旧していないことなどから機動車による運行だったぜ。それでも運行してくれただけありがたいよねー。あ、もうすぐ既存路線に戻るのかな？おお、海が見えてきたねー。で、話を戻すと2012年3月に大和駅から陸前小野駅間が再開されたが、残りの高木町駅から陸前小野駅間の被害が甚大であったため、復旧が手つかずの状態となっていたぜ。どうする？ JR JR 東日本仙台支社は2012年1月、一部路線の内陸移設など、2015年度までに全線復旧させる方針を発表したぜ。それが今走ってる区間だね。そして2015年5月30日に全線で運転を再開したぜ。また同時に仙石東北ラインが開業されたぜ。そして今に至るんだね。陸前大塚駅だぜ。震災後に防潮堤が整備されるまでは、視界いっぱいに松島湾が広がる眺望が売りだったぜ。鶴見線の海芝浦駅みたいな感じだったのかな？石巻方面の列車との待ち合わせのようだぜ。確かに防潮堤で見にくくなってるねー。仕方ないぜ。これはノーマルな205系だね。青のラインカラーはこの松島湾の海をイメージしたものかな？新車の置き換えの話もあるようだぜ。ふーん。ここは海の近くだけど移設はしなかったんだねー。陸前富山駅だぜ。絶対富山って呼んじゃうよねー。瀬樽駅だぜ。高木町駅だぜ。この先仙石東北ラインと分岐するぜ。非電化の東北本線の連絡支線だったね。ここが分岐だぜ。確かに架線がないねー。でかく砂防防やん。で、あの先にあるのが東北本線。そうそう、しばらくほぼ並走するぜ。国有化前は競合路線だったからかな。で、ここで合流するんだね。松島海岸駅だぜ。日本三景、松島観光の玄関口だね。やっぱり人多いねー。ここからは少々撮影しにくくなってくるぜ。松島は久しぶりだねー。直近で来たのは主の会社の社員旅行だったぜ。あそこが遊覧船乗り場だね。ここからは車窓を楽しむことにするぜ。よっかかれなくて虫の腰が限界です。陸前浜田駅だぜ。こう
やって見ると本当に小島が多いよねー。しかしこの島々が防潮堤の役目を果たし、松島については比較的軽微だったようだぜ。主が震災を訪れた時は店舗はほとんど営業してなかったけど、1階部分の浸水によるものだったんだよね。そうだったな。東塩釜駅だぜ。正式な地名はかまどの字を使った塩釜だぜ。前に訪れた茨城県龍ヶ崎市と龍ヶ崎駅みたいな感じ？あれは常用漢字を使用するという理由だったが、塩釜市は違うぜ。ほう？こっちは鍋釜の釜を意味するが、こっちは釜を乗せるかまどを意味するぜ。そして地名が塩釜神社の社号に由来することから塩釜としたんだぜ。また塩の字が難しいね。こちらは旧字体なので常用漢字の塩を使ってるぜ。でも釜の字を書くの大変だねー。なのでどちらでもいいようだぜ。塩釜市民はみんな書けるのかな？おお、大きなクレーンがあるねー。造船所だぜ。さすが松島に近いせいか、クルージングの船もいっぱいあるねー。本塩釜駅だぜ。この駅は県葛飾の港町の中心駅として東北の駅百選に選定されたぜ。へえ。西塩釜駅だぜ。高層マンションも見えるようになってきたね。もう仙台のベッドタウンなんだろうな。下馬駅だぜ。ホームの中間地点に多賀城市と塩釜市の境界線が通っているぜ。予算線の北灘駅みたいだね。多賀城駅だぜ。多賀城市の中心市街地はこちらだが、史跡関係は東北本線の国府多賀城駅が最寄りだぜ。なるほど。中野坂駅だぜ。南部支線の小田坂駅みたいだね。陸前高砂駅だぜ。兵庫県に今は廃線となった高砂駅があったので陸前をつけたようだぜ。京成にも高砂駅あるよね。次は福田町駅だが、ホームが反対側なので省略するぜ。特に駅と認識できるシーンがなかったのね。小鶴新田駅だぜ。2004年3月開業の新しい駅だぜ。ほうほう。新潟駅だぜ。陸軍造兵廠に勤める工員の輸送目的のために開業された駅だぜ。今の仙台駐屯地だね。ほんとだ、駅のすぐ近くにあるねー。新京成線なら本山駅と同じだね。ここから終点の青葉通り駅まで近く間になるぜ。じゃあ車窓はもうないね。サクサク行くぜ。陸前原の町駅だぜ。楽天宮城の原駅だぜ。楽天イーグルスの本拠地、楽天モバイルパーク宮城の最寄り駅だぜ。かなり昔のロッテの本拠地だったこともあったね。ホームは反対側だが、つつじが丘駅だぜ。いよいよ次は仙台駅だね。仙台駅に到着だぜ。長かったねー。列車はお隣の青葉通り駅まで行くぜ。お見送りしよう。
しかし仙石線に乗車したら、腹が減ったねー。エコーするほど腹が減ったか。ということでちょっと遅くなったが昼食に行くぜ。もう仙台に来たらあれしかないっしょ。いつ見ても大きい駅だねー。てかどこまで行くの?5分くらい歩くぜ。ていうか仙台駅にあれの店が並んでるところあるやん。あそこは観光客が押し寄せて行列を作ってるのぜ。何十分待つかわからずに並ぶのなら、5分歩いてすぐに入れた方が効率よくないか?確かに。この横断歩道渡ったらすぐだぜ。これ以上無理。ここだぜ。あ、3階の?牛タン喜助、駅前中央本店だぜ。ちなみにさっき霊夢が言ってた仙台駅の牛タン通りにも店舗がある人気店だぜ。ここなら待つ必要がないわけだね。消毒して入るぜ。本当に並ばずに席につけたねー。さあ、三陸旅最後の食事になるのでがっつり行くぜ。え、最後?さて、主が何を頼んだかは実物が来てのお楽しみだぜ。まあ最初に来るのはあれだわな。やっぱり、で、この隣にあるのは?牛タンそぼろ豆腐、お通しだぜ。おお、ひき肉にも牛タンを使う贅沢な一品。ああ、うまい。じゃあ早速この豆腐行こうかねー。おお、ひき肉になっても牛タンのあの噛み応えは残ってるねー。そして脂身が少ないからさっぱりしてる感じがするねー。豆腐との相性バッチリだぜ。こいつはビールが進んじゃうぜ。さあ、メインが来たぜ。おお、これよこれ。こっちは厚切りぜ。こっちはノーマルな牛タンだね。二刀流だぜ。これは?笹かまぼこだぜ。かまぼこは宮城県が発祥なんだぜ。へえ。まずは定番の牛タンから。炭火焼きの香ばしさが食欲を増進させるねー。おーおーおー、うまい。適度な噛み応えと肉汁のバランスが良くて、ご飯が欲しくなるねー。そういえばライスはどうした?わけあって、ご飯は後だぜ。わけねー。次は発祥のかまぼこを食べてみよう。なるほど、弾力がありながら魚の旨味を逃してないねー。つまみにぴったしだぜ。ほら、主もビールに行っちゃってるだろ。もうなくなっちゃうやん。そしたらこの厚切り行ってみようかねー。分厚いねー。噛めるのかな。あ、思ったより柔らかい。より肉を感じさせてくれるねー。これも美味しいわー。今度はこの南蛮味噌と一緒に食べてみよう。うん、肉の旨味にピリ辛を追加することで違った味で楽しいねー。そして心なしか口の中がさっぱりした感じがするねー。終わっちゃった。どうせおかわりするだろうぜ。ほらな、まあどれもうまいんだからしゃあない。そろそろ巻いて、ご飯食べるぜ。おお、待ってましたー。え、カレー?そや主はカレー好きなのは知ってるけど、ここでカレー?ただのカレーじゃないぜ。いやいや、普通のカレーでしょ?うん、スパイス効いてて美味しいんだけどさ。でもカレー?普通のカレーだったらさすがに頼まないぜ。じゃあ何なのさ?これを食べたらわかるぜ。ん?牛肉?いや、まさか。そう、そのまさかだぜ。食べてみな。おーおーおー、なるほど、牛タンのカレーだねー。しかも柔らかい。これ煮込んであるのかねー。それじゃあ尺の都合でそろそろ終了するぜ。今回の飯テロはどうだったかな?料理もオーダーしたらすぐ持ってきてくれたし、
ちょっと歩くだけで待たずにすぐ食べれるなら予定組みやすいね。駅の周りにお店がいっぱいあるから、仙台に来たら外に出ることをおすすめするぜ。特に土日は観光客が多いだろうからね。さあ、主の嫁にお土産買って、千葉へ帰るぜ。まずは定番の萩の月だね。それじゃあ改札入るぜ。こっちは在来線改札だね。ってことは特急日立だよねー。今回はなるべく太平洋沿岸に沿って進むつもりだったからな。こだわるねー。めっちゃ日立推しやん。おお、入場した。この独特のフォルムがいいねー。硬直有用のパンタグラフ、こうやって見ると複雑でお金かかってそうだねー。さあ、いよいよ乗車だぜ。そういえばどこまで乗るの？上野だぜ。これが車内で食べるおやつだぜ。カモメの卵？しっとりホクホクの黄身あんを、カステラ生地とホワイトチョコで包み上げた風味豊かなお菓子だぜ。ふーん。ちなみにこのお菓子は昨日泊まった大船渡の銘菓だぜ。あ、仙台名物じゃないんだね。今回は三陸にこだわるぜ。本当だ、見た目が卵だねー。あ、適度な甘さで美味しいねー。断面が完全に卵で草。残りは後で少しずつ食べるぜ。5時間近く乗車するもんね。停車案内だ。いっぱい停車するねー。そりゃ5時間近く走るんだからな。出発したぜ。仙台から上野まで乗り通すのは久しぶりだねー。あの時はスーパー日立だったようだぜ。前回特急草津で乗車したタキシード仮面の651系だったね。それを言うならタキシードボディだぜ。仙台貨物ターミナルからの線路だぜ。ほう、ちなみに仙台貨物ターミナル駅は楽天生命パーク宮城のお隣だぜ。ふーん。名取駅だぜ。仙台空港アクセス線との分岐駅だぜ。仙台空港まではどれくらいで行けるの？名取駅からは約10分、仙台駅からは約25分だぜ。近いんだねー。あ、これが仙台空港アクセス線だね。岩沼駅だぜ。ここから分岐して常磐線を走るぜ。いよいよだねー。本線と離れてくねー。次に会うのは日暮里だぜ。総武本線と成田線と同じだねって言いたいけど、距離が全然違うよねー。阿武隈川だぜ。
島県及び宮城県を流れる一級河川で、東北地方で北上川に次ぐ長さの川だぜ。長いねえ、そして広いねえ。渡り駅だぜ。渡り駅って聞いたことあるような。東日本大震災の影響で常磐線の中で岩沼から渡りの区間が割と早く復旧したからじゃないか。あ、そうかも。浜吉田駅だぜ。ここから駒ヶ峰駅までの区間は線路を山側に移設されたぜ。さっき乗車した仙石線の陸前尾野駅から陸前大塚駅の区間と同じだね。橋梁が新しいねー。もう移設区間なのかな？多分な。山下駅だぜ。確かに新しくなってるねー。坂本駅だぜ。新地駅だぜ。ここから福島県だぜ。おお、ついに宮城県を越えたか。駒ヶ峰駅だぜ。これは昔からある駅だね。これで既存路線に戻ったということだぜ。相馬駅だぜ。地名にもなってる相馬市は千葉県の礎を築いたとも言われる、あの千葉常胤の子が移り住んだのが始まりだそうだぜ。頼朝挙兵の手助けをして有名になった人だね。でか暗くなってきたね。撮影もそろそろ厳しくなってきたぜ。原の町駅だぜ。乗車する人いるんだねー。まさか東京までかな。浪江駅だぜ。ご当地グルメの浪江焼きそばが有名だよね。ここから富岡駅間までの区間が復旧したのは2020年3月だぜ。それでようやく常磐線が繋がったんだよね。本当はその区間をじっくり見たかったんだが、真っ暗じゃ何も見えないね。ってことで常磐線については改めて乗車して、ここから日暮里までワークするぜ。随分飛ばすねー。日暮里駅まで来たぜ。東北本線と再会だねー。そして上野駅までもうすぐだぜ。ぜひ改めて明るい時に乗り通したいねー。また主が発作的に牛タン食べたくなるはずだぜ。悪魔の声を囁き続けますか。上野駅に到着だぜ。長かったねー。それじゃあ日立を見送るぜ。品川まで行ってらー。まさか上野にした理由はこれ？そういうことらしいぜ。ニコチンもチャージできたことだし、地元千葉へ帰るぜ。長い旅だったねー。今回の旅はローカル線の乗車時間が長かったからな。でもローカル線ならではの景色とか見れてよかったよね。そうだな。次回の泊まり旅はいつになるのかねー。いろいろ候補は考えてはいるようだがな。少しでも暴走族チャンネルらしい企画ができるといいね。
それが一番難しいと主は申してるようだぜ。あれ？あのカラーリングは、国鉄特急のカラーリングのようだが、常磐線の臨時でよく走るやつのようだね。それじゃあこれに乗って、秋葉原で総武線に乗り換えるぜ。お疲れ様でした。7回にわたってお送りした三陸旅もこれで終了だにょん。一番感じたのは、震災復興はまだ現在進行形だということにょん。少しでも視聴者さんに感じてもらえたら嬉しいにょん。そして今度はもう少しいろんなところに立ち寄って観光したいと思ったにょん。じゃあ今回はここまでにょん。またご縁があれば次の動画でお会いするにょん。チャンネル登録は不要だにょん。それでは、ご視聴ありがとうございました。